はい、それでは今日もメロンを栽培していくんですけど、ここマスクメロン作ってる部屋なんですけど、嫌な虫、なかなか肉眼では見えないんですけど、スリップスアザミウマってやつですね、を見つけちゃって、見つけたというか、こう食害されてる、このメロンの葉花がこうポツポツっと、わかるかな、ポツポツってこう、食害、こうプツプツって食べられてるんだよな。これを、これもちょっと食べられてる、真ん中の辺、ここいらが、これがね、スリップスの食材。このプツプツがまだこれぐらいだったらなんとか間に合うんですけど、このプツプツがどんどん増えてくると、あのメロンが、なんていうのかな、痛いって言って、いじけちゃって、膨らまなくなってきます。緑で膨らみが悪い。なのでこれはもうね、一番のスリップスアザミウマってやつは、あのメロンの大敵で、これもちょっとやられてるな、ほら、このプツプツ、このプツプツが、これがね大敵で、あの特にこの陽花の時期にもうこの食害を見つけたら、もうどんどん増えていくので、もう防除するしかないですね。でやっぱり、こう真ん中の、こっちの真ん中、ハウスの真ん中の こっちの列より、こうサイドに近い方、換気してあるのでサイドに近い方がやっぱり出やすい。網やってあるんだけど、網やってあるんですけど、どうしても入ってきちゃうんだよな。これを放っておくとね、玉の膨らみも悪いしね、ネットも綺麗に出てこないです。まだこれぐらいだったら間に合う。もう早速防除しないと。こんなアザミウマってやつはね、本当に殺虫剤とかやってもなかなかこう防除しきれない難敵なので、なるべく密度を増やさない、もうゼロにすることは不可能だと思って、抑えて毎回、これは大丈夫だ、綺麗なかな、これはやられてんな、これが、ちょっと、なのでこうでも分かりやすいですよね、マスクメロン。食材でポツポツって点になってくるので。これもほら、ここいら。ここいら結構、もう、だいぶ食われてる。ポツ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 。これをね、もう、防除していかないと、最後まで、何もせずに最後までこのまんま行くと、玉は小さくて味は乗らなくて、あとはここの首のあたりが、なんつうのかな、やっぱり食害の後で白くかさぶたみたいになってきちゃう。だからあれか、メロンを、できたメロンを買う時も、ここいらがかさぶたみたいにこう白くなって、アンテナが白くなってるやつは、スリップスアザミウマにと結構にやられたんだなっていうのが、僕たちには分かりますね。でやっぱりこのパイプハウスってやつ、パイプハウス、これこの単筒っていうパイプハウスなので、換気がサイドからしかできないので、このサイドに赤いネットを張って、虫防除をしてあるんですけど、どうしても、やっぱり、虫が入ってきてしまう。こっちの、
ガラスの温室の方はまだ今6月なんですけど、まだこっちのサイドは開けないで天窓だけで管理してるのでだいぶ違います。こっちの温室はまだそこまでアザミウマがに困るほどは出てない。特にあったかくてサイドの換気でここの網を通り抜けてきて、このメロンのこのこっちの部分からこっちからだんだんと、でこのままにしとくと真ん中の方まで全部やられる。今摘果してたんですけど、こっちは真ん中の方はまだ綺麗なんだよな。ほら食べられてない。まあちょっとあるけど、ポチンってあるけど、まあこの程度で。なのでやっぱりこれはもうメロン栽培してて、どうしてもアザミウマってやつはついてくるので、よく観察して密度が、これもここのところポチポチ上がれてる、このポチポチがアザミウマの出荷、よく観察して増やさないように最後まで収穫まで、しっかりと防除しながら、いいメロンを作っていくっていうことです。ここにポツポツ、まだこの程度では、これが本当にポツポツが増えてくるともう全然膨らまなくなってくるので要注意。メロンの天敵ですね、アザミウマ。そしてなかなかいなくならない、増やしちゃうともう大変、メロンが下手したら全滅します。気をつけてください。以上です。